連合軍の精鋭は神、私たちとはこん、それにどんわ、我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレたら策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返す。あいつらの手には余る。攻め寄せる我が子らか。ならば拙者が出迎えん。兄上たちと戦うなんて、でももう迷っていたらいけないんだ。竜電様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。みんな準備はいいか。ならまとめて蹴散らしてやれ。あの竜禅様は私たちが助けません。だから信じて待っていてくれませんか。分かった、お前を信じる。だからちょっと手を止めて一旦引かせてくれ。私は父上たちと戦いたいわけでは。観測、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。神だ。私は決めるべきか。そういう無比の部感服いたしました。拙者もそのようになりたいものです。マスターレッドロー。腕輪をちらつかせ我らと戦う。行こうか。愚かしいにも程がある。まあまあ、あいつらをとっちめて返してもらえば済む話だ。そうなればいいが、お主の忠義しかと見届けた。兄座のお子のことは父に任せよ。父上、どうかお願いします。我が父の制圧しよう。レンレ、直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、竜禅殿の無事を信じ突き進みましょう。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。ウルカ超運ならばこの関雲長が相手になろう。超運と見て戦うのは辛い。でも立ち向かわなきゃ。関殿、天平、いざ勝負。超運、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。強い。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀兵殿。でも諦めたくない。長雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。長雲殿、もう一回お願いします。すごい、どんどん力がみなぎってくる。銀兵、我が娘よ、
そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。お前まで出会うレベル。お前を取るわけにはいかない。その戦で俺が混沌に飲み込んでやる。私が敗れては龍禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。龍禅様、よくぞこの地で。地上の感動の再会、泣けるっす。ってことで確かに送り届けたんで、ドローン。龍禅様さえご無事ならもう神に従う理由はない。どうかこれよりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった、これでもう超運殿と戦わなくていいんだ。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。アテナの責任か。大したもの。私を撃たねば気が済まぬか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。ほう、この状況でさらに兵を出すか。隙のない采配だ。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。面白い。をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。龍禅様、どうかご無理はなさらぬよう。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。ふう、帰ってくれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとても辛い。敵も疲弊しているよ。そろそろとどめを刺してやるか。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。さすがです。あなたならばと思っておりました。お前こそ真の三国無双なり。どういうことだ。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ龍禅を救出するための技法というところだ。まんまと踊らされたということか。ふざけおって。今こそ攻め立ててやろう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。銀兵、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。もっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆見せつけてやろう。身の程を知る。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさに後悔させてやろう。私に挑むか。よかろう、かかってくるがいい。カウ殿、ご迷惑を。お主は当然のことをしたまで。詫びる必要などない。なんと優しきお言葉。武をもってお答えします。腕輪を取り返せなかった。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。超運、超劉備だ。それですが。ああ、劉備仲間。はい。君は家族。